やべえ、届かねえ。めっちゃ届かねえ、俺。やべ、届かないよ、届かないよ、もう。たまおさんのインスタグラムめっちゃおしゃれっすよね。おしゃれではない。マジあれ、見てるとずっと泣かす。インスタはもう俺の好きな感じの。おしゃれのもの食べてんなって、いいなって。あれ出かけた時ね、1週間に1回出かけるようにしてるんだ。自分ほんと引きこもってるから羨ましい。1週間に1回出かけた方がいいよ。自分近くにマジほんと何もなくてラブホしかない。あたさんでも東京っすよ。関東の方って言ってる。関東、すみません、関東がわかりません。関東、関東は関東ってどこですか。まあ東京周辺。関東わからねえってちゃんと社会の勉強してるか。社会の先生が嫌いなんですよ。嫌いだとやっぱり頭に入ってこないと。いや、俺も違う。頭に入ってこないっていうか、頭に入らせようとしてないんですよ。僕の席に歩み寄って僕の頭をこう握って、これを地球儀だとか言い出すんですよ。マジやばくないっすね。なんかビヨンビヨンできるよ、これすごく。汗ビヨンビヨンできますよ。おい、すごいすごい。おい、デブ、この世界ならお前はデブだと思われねえ。だってお前重力が、重力ないからお前デブじゃねえぞ。お前はもうデブじゃねえ。うわ、やったやったデブじゃねえ、お前は。みんなじゃあここでちょっと YouTuber ごっこしない。はい、いいっすよね。来た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 。サムネイル撮りますか。はい、じゃあコウキくん、じゃあカメラの前でちょっと YouTuber やってください。ブンズのハル YouTube、 どうもデカキンタマゲームズ、ようこそデカキンタマです。じゃあデブ、デブが結構いい線いってるかもしれない。僕 YouTuber のデブです。なんで俺らしらけたんだ。おい、早く早く行くぞお前ら、もう時間ね中に。デカキンタマゲームズってなんだよお前。ヒカキンタマです、ヒカキンタマです。ヒカキンさんに謝れお前。ヒカキンタマってなんてことだお前。何光らせてんだよ、どこ光らせてんだよお前。あ、いるよ。N 方向いる。山上さん、テストボタン。待って、そっち敵方面飛ぶなよ。行くぜ、高木、お前、高木。俺も撃っちゃったけどな。俺も撃っちゃったけどな。え、これお前上すぎだろお前、マジ1個目。お前飛んでくのか。お前ら飛んでくのか。あはははは、バカすげー。あはは、やばくないこれ、やばいって。大丈夫そこ、絶対やばいよ。悪玉金ワンメンダウン。ワンメンダウンしてる。おい、援護しに行くぞ。戦いに行け、守れ。俺の強さを見せる。デブ行け、ティザボ。悪循環ゲーミング、ワンメンダウン。お、ナイス。フラグ飛んできた。怖いです。わー、くそ。自分最近親に食いすぎて、小麦粉と水混ぜて飲む。文人 TV じゃねえか。文人 TV じゃねえか、それ。え、なに？小麦粉と水を混ぜて飲んで、腹を満たしてるっていう。え、じゃあデブは親から食べるの止められてんだ、じゃあ今。はい。でも小学生ながら小麦粉と水を混ぜて飲んでんの。うん、はい。それは自分で思いついたの？うん、あ、はい。小麦粉のパンってめっちゃ腹に溜まるから。いいんじゃないかなって。小学生でそんなことよく思いつくな。トゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ル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 トゥ顔の絵を小学5年生の子が描くっていうイベントがあったんですよ。何それ、そんなイベントあるんだ今。で、自分描いたんですけど、その1年生の子に渡したらなんか泣かれて、下手すぎてなんかお前めっちゃ泣かれるやん。え、なんかそれでなんか自分がなんか学校の先生から叱られて、なんか悪者扱いみたいにされて。かわいそう。普通にかわいそうな話じゃねえか。なんだそれ。この前もなんか席替えでなんか自分の隣の女の子がなんか泣き始めちゃったみたいなこと言ってなかったっけ。なんか普通に隣にいた時はなんか何も気にしてなかったんですけど、ほう、なんか後でその子の知り合いの女の子にあの子トイレで泣いてたよみたいなこと言われてて。トイレで泣かれるのが一番辛いじゃねえかお前。天気が悪い。台風いっぱい来るんじゃないの。どうした？1枚ポータブル先メールどっか行ったんで、もしかしたら玉の上とかに来る可能性も。よがい。多分来た来た来た、本当に来た。あ、違う。それは僕お前じゃねえかよ。まあ、いい人ごとだ。いいしね。危ねえ。今回はじゃあな、こう名付けよう。
インテリ設計縛りだ。はい、はい、ということで今回は皆さんにですね建築で縛っていただきたいと思います。はい、ということでね、まずそれぞれね、まあ私が今から見せますね。壁、まず壁これね、上3マス、真ん中2マス、で次は床、これが床ですね。床はこのようにしてください。ちょっと見えないんだ。あ、そう、こういう風に床で、で階段は螺旋階段、このようにしてくださいね。で最後にカンボチ首はこのようにね、はい、これでドンカチビクロイ取っていくぞ。おー、ねえやばいって、これ本当にドンカチできるのこれ。当たり前だろ、信じろ。え、たまさんドンカチするまでやめないっすね。当たり前だろ。やっぱたまこんだな。当たり前だろそんな。僕が高木って人に言う、え、待って、できるできるできる、できる、これから見て210のこれ、これ一万たまさんが近い。今一発 SR 高木上げた。あ、え、俺近い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 、ちょっと待って、近い近い。わあ、めっちゃ近いよ俺。いやこれ一番か、これ陥没地区有能すぎ。一人ダウン、一人ダウン、やばい。ちょっと待って、俺やばいよ、やばい、敵来た。どうやって、どうやって上登りって言ったよ。しゃあ、ほら、しゃあ、ナイス、強いぞ、陥没乳首、陥没乳首最強かもしれん。陥没乳首が最強、やっぱり画質で多分こいつ、やばい、敵いる、敵いるよ、え、なんだあいつ、え、草になった、草になった、なんだあいつ、草になった、あははははは、死んだ。おぉ、このおさん、スーも殺しだ。スーも育成するべきですよ。スーもやばい、マリモが天然記念物が一瞬で死んだわ。え、たまさんこれ倒したないんですけど、これどうやって武士取るんですか。ちゃんと登ってけ、その登るのが問題なんですよね。地味にこう登ってくんだよ、螺旋階段っていうのはそういうものだろ。床がまともに使えねえな。あ、カモチコに使えない。なんだこれ。デブ早く、きっときっと。ああ、イライラするな。使います。これ。はい、もう時間ないよ、時間ないよ、時間ない。アーティー移動してから使います。あ、やべえ、めっちゃ食らった。じゃあ、こっち、グリシーグローブの後ろ行こう。え、待って待って待って、え、ちょっと待って、ちょっといいですか、ちょっといいですか。なになになに。これ、床置いて焚き火置けます。無理やん。あ、この床無理だね。家の中なら置けるぞ。焚き火使えねえよ。え、もうじゃあ使っちゃいます、ここで。使っちゃおう、使っちゃおう。待って待って、そんな時間あるかお前。おい、デブ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 、来い。ゴミみたいな大人たちを潰しましょう。え、なんか、え、なんか、え、なんか、チンコみたいなのある。え、チンコ。待って待って。チンコあるぞ。気をつけろ、チンコ。チンコ壊せ、あれ。あれ壊せ。あ、いるんだけど。チンコいる、チンコいる、チンコいる、チンコいる。チンコいるの？チンコいる。チンコ敵いるよ。どういうこと言うな、お前。撃て、あ、撃て。あいつもうチンコいない。あの、今山上、山上、山上。ね、これ、山上？山上やばくない？これ登れないの上。山上に今登ろうとします。登ろうとします。高所で。これ、どうやって屋根で戦えって言うんだよ。やばい！これどうやって上に行けばいいんだよ、これ。ポケワンダ、ワンダ、ワンダ。おお、どこどこどこワンダにしたの？どうやって上に行くあるよ、これ。やばいやばい。これどうやって上に行くあるよ。うまいこと上に行ってるよ、俺。上に。うまいこと上に行ってるよ、これ。インフレ、インフレ。これ本当にドンカツ取れるよ、みんな。これ取れるよ、これ。明日学校行けるよ。ロキラン飛んできてる、やばいこれ。これドンカツできないよ、このままじゃ。どっちなの？こいつとやり当てたらずっとやめちゃうよ。みんな慎重に行こう、命大事に行こう。これ、おい、これいけるぞマジで。落ちないこいつ、玉さんそいつ落ちることを知らない。ね、落ちることを知らないんだけど。オッケー、倒した倒した倒した、ナイスナイス、おお、いけるぞ。どこどこあいつ、ラスト、あ、いたいた、まだ。かっこよく決めろ、かっこよく決めろ、かっこよく決め、後ろ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 、前いる、後期の前にいる、後期の前にしっかり使ってけ。報告をしろ、お前。制限ショット。オッケー、やった、やった、やった。あと一人、あと一人、あと一人。おい、かっこよく、最後、かっこよく決めろ。最後、かっこよく決めろ。おい、制限ショット。かっこよく決めろ、お前。
あー、オーマイガー、チューチュー、やばい、やばい、見つけるしかない、やばい、俺最後、俺最後スナイパーの腰ダメ当てちゃった。プロ、え、本当だ、225ダメージ、やばやば、これはお、タモさんのライブ見たけどめっちゃかっこいい。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、お願いします。はい、ということでね、今日はですね、まあ、建築縛り言えばいいのかな、デブさん、どうでした今回。え、めっちゃ楽しかったです。でもちょっとお腹空いたんで、この後肉そぼろでご飯食べます。次 TS くん、めちゃめちゃ楽しかったですね。とても新しかったですよね。あれはなかなかない縛りで、ドンカツ一発でできたんで良かったです。ちゃんとそして一発撮りっていうね、素晴らしいですね、うん、はい、そして最後こうきくん、まあ僕は、まあ、楽しかったです。まあ難しかったですね、まあ、